10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。フェイトエクストラ10周年おめでとう。おお。どうも、バイスです。あのアートブラウザ再読み込みしたら、すぐプレミアム公開動画につながりました。そして、まさかのまさかのまさかの、フェイトエクストラ、再始動。いやー、本当に嬉しい。映像のクオリティやばいですね。10年前の PSP で発売されたフェイトエクストラは、フルボイスではなかったので、今回の試みで、今まで音声がついてなかったところにも、しっかり、声優さんの演技が入りそうで、楽しみで仕方ないです。アニメーションでめっちゃ口動いてますしね。映像は、アンリアルエンジンで超美麗にパワーアップされ、現時点でわかる制作に関わっているところは、原作サイドのタイプムーン、そして、新たに、最近、特に動きが活発だった新しいスタジオ、スタジオ DB、スタッフは、原作者の那須きのこ先生に、キャラクター原案、竹内社長、キャラクターデザイン、和田アルコ先生に加え、企画、監督として、スタジオ BB の、新野宇和也さんの名前が加わってますね。ウィキ情報では、2019年にタイプムーンへ入社されたとか、まさにニューフェイスですね。世界中の迷宮を生み出したレジェンドが関わる、新エクストラ、期待しかない。ちょっと気になるのは、当時の販売元の名前がなくなってることかな？大人の事情なのか、裏で関わってるかは不明で、エクストラの続編である、エクスケラとかは、今後どういう風に展開していくんだろうという謎は少し残りましたね。完全に、原作サイド寄りにガチガチに固まっているイメージになってます。RPG モードのバトルフェーズは、当時では考えられないくらいにクオリティアップしてますね。こちらは、過去に私が撮影した、エクストラの続編にあたる、エクストラ CCC のバトルフェーズです。エクストラよりも若干綺麗になっていて、さらに、それをビタ TV で出力しているので、より綺麗になっているはずなんですが、やはり、今のクオリティとは比べ物になりませんね。再始動版の不安要素としては、こちらの戦闘導入パート、ネロ様と、ドレイク船長には、しっかりセリフがあったんですが、口は動いてないんですよね。モデルはエマ風になってますが、アニメーションパート以外のイベントパートは、まだ、当時のエクストラに、アンリアルエンジンのスキンをかぶせた程度のような印象でした。ただ、こちらは、第1番目の PV なので、今後変わっていく可能性は期待、大だと思います。これらの新情報に関しては、リアルリンちゃんが、本日の20時に公式生放送があることを教えてくれました。すげー急ですね。7月22日の20時から配信とのことなので、FGO の大奥イベントが一段落したら、すぐスタンバイですね。私のチャンネルのコミュニティタブで、なんとか URL を貼り付けてると思うので、配信場所がわからないとかあったら、よかったら、私のチャンネルのコミュニティタブを探してみてください。あとは、公式で、エクストラシリーズの思い出を大募集とのことです。当時の思い出を、ツイートしてみると、番組で発表されるかも。初めて会ったネロ様は、クールで頼れるセイバーさんだったんだぜ。今は、かわいい。そして、エクストラをプレイしたことがあるかも募集されてるみたいですね。FGO をプレイしてるマスターなら、キャラクターには、だいぶん詳しそうですね。赤いセイバーさんの新メイトはいかに、最後になりましたが、リアルリンちゃんのこれは、機械音痴なのか、うっかりんなのかどっちかな。名刺ハッカーとは一体。それでは、今回はこの辺で、公式生放送、楽しみにしていきましょう。もし、この動画を気に入ってくれたらチャンネル登録や高評価してくれると嬉しいです。バイスチャンネルでした。またね。